はい、面白時計シリーズですね。これはまあ1920年代ぐらいだとは思うんですけれども、文字盤に書いてあるのはショックプルーフだけですね。なんか特殊な構造がなんか入ってるんでしょうか。後で見てみますけど。で、時計はですね、まあ安っちゃ安っちですけど、R デコ調の、デザインで、こうやって、ぴょっと、押すと、これが、中に入りますね。面白いケースですよね。まあ面白いケース、時計です。で、普段はこうやって時計してるときに、ケースの中に入れるわけですね。で、ラグも、可変ラグになってるんですね、やっぱりね。可変式のラグですね。メーカー不明ですので、ちょっと中開けてみますけれども。面白ケース時計。勉強するときとか会社に行くと、まあ昔だから会社で、これ机の上に置いといてデスクウォッチ、デスククロックみたいな働きをさせてて、で、普段は腕に時計をしてたんですよね。腕時計にもなるし。まあそういう構造の面白時計。